じゃあ行ってみましょう。はい。一言感想。かぶり心地はどうですか？いい感じです。いい感じ。なんか柔らかいから。きつくない。うん、ちょうどいい。頭はちっちゃい方ですか？普通。普通。ちょっと横です。ああ、かわいい。ここ。うん、ありがとう。あ、フロアさん、フロアさん頭大きい方ですか？大きい方です。大きい方。はい、大きい方出現。はい、じゃあちょっと調節してもらって。あ、大きくない、大きくないかもしれない。大きくない、いける。全然いけます。かわいい。おお。どっちかって言ったら丸顔ですよね。全然丸いです。丸顔ですよ。丸。アジャスターがついてることで。まあどんな人でも、僕頭ちっちゃい方ですけど、久保さんは頭大きい方です。全然いけます。まだアジャスター余裕ありますもんね。うん、全然余裕が。これ1万円です。1万円。8万円 ?1万円。1万円。伊藤先生ちょっと被ってみてください。どう？ああ、いい。かわいい。そうやって乗せるだけの かっこいいんですよ。80個。あ、1個言い忘れてた。はい。これめっちゃ集めたくなるでしょ。あ、集めたくなる。うん。一点一点違う帽子、やっぱコレクターにはたまらんと思うんで、いろいろ集めていただきたい。はい。はい。あともう一人ぐらい。はい。どこで感想？あ、軽い。めっちゃ軽い。そして、これなので、あったかい。岡本さん、どっちかというと頭大きい方？ちっちゃい方？どうなんやろ？マジで標準。ちょっと。でもちょうどいい。ちょうどいい。顔の形はどっちかというと丸顔？丸です。丸顔タイプ。はい。こんな感じで。後ろも押してください。うん。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。ありがとう。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんな人にかぶってもらいましたね。ね。いろんな人にみんなかわいいって言ってくれて嬉しいです。はい。じゃあね。じゃあね。